マミーズ株式会社は、福岡県柳川市に本社を持つスーパーマーケットチェーン。食品スーパー、マミーズを22店舗展開している。大黒天物産株式会社の100%子会社。2003年に民事再生法適用を申請したオレンジチェーン本部から、スーパーマーケット事業について、会社分割をし、株式会社マミーズが設立。 宅配事業を営んでいた関連会社のオレンジライフについては、最終的に、阪急阪神東方グループの流通事業が買収し、阪急キッチンエールの吸収事業となった。福岡県筑後地方に地盤を有しているが、三池商事、千歳屋、日の出屋、福岡太陽、フードセンターを吸収合併し、三井松島産業や東方ストアの店舗を譲り受けするなど、 積極的に店舗数を増やした結果、福岡市周辺や佐賀県南東部、熊本県北西部などにも店舗網を広げていた。しかし、同業他社との競争もあり、最終的には半分近くの店を閉めた。2018年12月1日付で30店舗中22店舗を岡山県倉敷市に本社を持ち、ラムーなどのブランドで食品ディスカウントスーパーを展開する。 大黒天物産へ譲渡。譲渡される店舗は、大黒天物産が2018年11月に設立した新会社である、マミーズ株式会社にて運営を行い、従業員は希望者全員が新社に再雇用された。残りの8店舗は11月30日18時をもって閉店した。株式会社マミーズは、事業譲渡の同日である2018年12月1日に、 筑後商事株式会社へ称号を変更し、2020年1月31日に解散を決議、同年6月22日に福岡地方裁判所柳川支部から特別生産開始決定を受けた。筑後商事は同年11月6日に法人格が消滅した。は、旧三池商事、は、旧、千歳屋、は、旧、日の出屋、は、旧福岡対応。 フードセンターから引き継いだ店舗は、三井松島産業から譲り受けした店舗は、東方ストアから譲り受けした店舗。または、犬器出店、または、他社跡地の店舗。バツは、マミーズに譲渡されず、閉店された店舗。なおこれにより、佐賀県からは撤退した。福岡県、熊本県、長崎県マミーズかすが店2013年2月28日。 軽店地区ご障子に関するカテゴリー、ありがとうございます。